とつながることができれば、その月の力に後押しされ幸せになれるということでもあります。ようこそ出張でみそぎの玄米、龍神の力を宿すユニワの実りの発芽玄米を食べれなくて2キロも太ってしまって過去最高体重になった予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。体重の話はエンディングでお伝えします。8月20日水亀座の満月についてお話します。あなたは8月20日の満月が普通じゃないっていうことをご存知でしょうか。8月20日は満月、今回の満月は水亀座の満月でありブルームーンでありスーパームーンなんです。そう聞くとなんかわかんないけどすごそうじゃないですか。そうなんです。何種類も特別な満月のパワーを持つ今回の満月、このパワーを取り入れることは必須だとも言えます。残暑が厳しいこの時期に夏バテしたり熱中症になったり大きく体調を壊さないためにも大事な話をします。この話はまさに9月の後半まで暑い日というのはありますので、そのためにも大事な話でもあります。ですからあなたがこの動画を見ている日が8月20日を過ぎていたとしても、自分には関係ないとか過ぎてしまったから意味がないとか思わずに、しっかりとこの動画の内容を理解してあなたの力にしてほしいです。ということで8月20日は水亀座の満月であり、通常の満月と異なってブルームーンでありスーパームーンというエネルギーが重なる日、特別な日なので、まずこの満月の意味、力を理解してほしいと思います。もしこの日をただの満月、もしくはそもそも満月ということも知らずに過ごしてしまうと、この特別なエネルギーを生かすことができず、あなたの人生に変化をもたらすチャンスを逃してしまうことになります。私たちは全て月の力に影響されて生きているにもかかわらず、その月の力を感じたり意識したりすることが少ないです。多くの人が日常の中で忙しさに追われ、見えないエネルギーを感じもせず、感謝もせず、生かしもせずに過ごしてしまいます。これってめちゃめちゃもったいないことです。でも今回の満月は特別なので、今日の動画の内容を知ってこの特別なエネルギーを活かせるあなたになってほしいんです。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは8月20日の水亀座の満月のパワーを知り、それを最大限に活用する方法も理解します。今この時代に大事な真実の力を引き寄せ、日々の暮らしをより豊かにするあなたになれる大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。水亀座の満月の意味。水亀座の方角にある満月、その満月というのはエネルギーチャージの最高頂点、これを表します。今までエネルギーをチャージしてチャージして貯めていって、そのピーク、充電完了、それが満月です。そして8月の満月はスタージョンムーンといって、この日の満月には自由とか個性とか友情という部分でそれらと関わる願いが引き届けられる満月とも言われています。水亀座の満月の水亀座の力、それは本当のことがわかるとか真実が現れるという意味を持ちます。そして満月というのはエネルギーの最高頂点ということですので、水亀座の満月の日にどのようなことが起こるのかというと、真実の力が降りてくる、真実の力の流れが強い流れになると理解してください。つまり欺瞞であったり、自分の中で偽りとか、人を騙そうとか、嘘だと分かっていながら嘘をつくとか、そのような意識や行為というのがこの人は大きく流れが違いますので、大きなマイナスに振り落とされる可能性がある日だと思ってください。ここで言う真実の力とは何かというと、あなたが本当に進まなければいけない方向、それは神様からのご期待であり、天命地命我命ということになります。天命地命我命に向かっていくことが真実の力であり、そこに向かっていれば大きな後押しがもらえる日、それがこの日だと思ってください。また真実の力という意味では、
今の水亀座の時代、アクエリアスの新時代というこの時代性、共感、協調が大事な人と人と子と子のつながりが大事な時代、これを女性性の時代とも言えますが、そのような方向性の意識になっているのかどうか、それも真実の方向性と思ってもらってもいいと思います。天命地命画命というのを初めて聞いたかもしれませんので、簡単にお話しすると、天命というのは神様から一人一人に与えられた命令であり、生まれてきた意味、理由、神様からのご期待が天命。そして地命というのは日本の地に生まれた場合、日本の地に宿っている天命があり、その天命を全うせんがためにその地に生まれてきます。日本に宿った地命は三大神勅といって、三つの神様からの命令、それはすべて地球を次元上昇させること、それが日本人の使命なんです。日本人として生まれてきたからには、世界を愛でまとめる、そして鏡を祭り星を祭ること、そしてお米を育て、お米を祭り、お米を食べる、そのことにより次元上昇させる、それが日本人の使命です。そしてあなたの志、あなたが天命にも向かう、地命にも向かう、そのためにあなたが絶対に達成したいこと、あなたのためだけではなく多くの人に役に立つ、あなたの志が画命です。こちらの方向に進むのが真実の力だと理解してください。スーパームーンとは、スーパームーンというのは月の軌道の中で地球に最も近づく期間、最も月が近いので満月も大きく見える、それがスーパームーンです。2024年においては8月から11月まで4回のスーパームーンが見られる予想になっています。なんか間違ってんじゃないのというぐらい大きく見える月がスーパームーンで、そのスタート8月20日がそんな大きな月になります。だいたいこのスーパームーンの満月というのは通常の満月よりも 7% ぐらい大きく、また 16% ぐらい明るいと言われています。そのぐらい大きく明るく見えるわけですから、当然月のエネルギーの降り注ぎも大きくなり、影響も大きくなります。ですからこれからの11月までの間は、特に月の力が地球に大きく降り注ぐ期間だと考えて、月の動きにシンクロしようとすること、月のリズムを自分の中に刻もうとすることがものすごく有効になります。月のエネルギーを意識した暮らし、それが最も月とシンクロできる、月の力を入れて覚醒できるチャンスだと思ってください。ブルームーンとは、青く見える月をブルームーンと言いますが、そのブルームーンになるかどうかは分かりませんけれども、季節的なブルームーンというものがあります。それが今回の8月20日の満月です。ブルームーンというのを簡単に言えば、春分の日から夏至まで、また夏至から秋分の日まで、秋分の日から冬至まで、そして冬至から春分の日まで、1年を4つに3ヶ月ごとに分けると、その3ヶ月の間に4回満月が起こる、そんなタイミングがあります。その3ヶ月区切りの中での4回あるうちの3回目、これをブルームーンと言います。なぜそのように言われるのかは不明なんですけれども、今回の2024年8月20日を逃してしまうと、その次にあるブルームーン、それは2026年5月31日ということになってしまい、2年間は出会えないんです。そのように滅多にないチャンスということでもあって、ブルームーンを見ると幸せになれるとの言い伝えもあります。このブルームーンは月とつながることができれば、その月の力に後押しされ、あなたが目指す成果や結果、欲しい未来を手に入れやすくなって幸せになれるということでもあります。ですからこのチャンス、スーパームーンでもありブルームーンでもある、そして真実の力を見抜く水瓶座の満月でもあるという意味で、めちゃめちゃ特別なのがわかるんじゃないでしょうか。グレゴリオ暦で見る8月20日では暦上の数字でこの日のエネルギーの流れを読んでおきましょう。まずグレゴリオ暦という物質世界を司っている暦、この数玉で言うと8と20、8というのは進化、
発展という意味を表し、8月の間のエネルギーとしては、進化しよう、発展しよう、大きく成果を出そうと思うと、この月の力添えをもらえる月、それが8月です。そして20日、この20というカツ玉は、継続という意味を持ちます。つまり8月20日は、日々の繰り返しを大事にすること。それが思わぬ進化や発展、成果につながる日だと考えてください。カタカムナカズータ暦で見る8月20日。カタカムナカズータ暦という月と完全にシンクロする暦。月の力を自分の中に取り入れて覚醒できる暦。気の領域を表している暦で言うと、この日は9月9日、9のゾロ目の日になります。9月のテーマは、極まること。これがテーマですので、極まろうとすること、より完成しようとすることが、この月の後押しをもらえることになります。そして9日も9なので、9がゾロ目で強化されていますので、この日は気の領域、見えない領域において、完成させよう。もうこれ以上できないところまで行こう。もっと上をという向上心を持つと、見えない気の領域からアシストがもらえる日。そんなすごい日になります。8月20日はどういう日になるのか。ポジティブな観点とネガティブな観点でお伝えします。まず、ポジティブな観点。満月のチャージングの最頂点ですので、それにスーパームーンという大きな月、大きな力が降り注ぎ、ブルームーンという滅多に見れない幸せを運ぶ月でもありますので、月とシンクロする意識を持つとめちゃめちゃ運気が向上します。つまりこの日は月とのつながりを意識すること、月とシンクロしようとすることがあなたの運気を上げ、大きな結果につながる、そのような意識をするといい流れになっていきます。そしてそれはこれからの毎日日々の継続、暮らしにその意識を入れるとさらに良くなります。シンクロするっていうのは同化するとか一体化するという意味ではありますが、どうやるのって思うかもしれないので、シンクロの手段の一つとしてお伝えすると、ブルーの青いボトルに浄水、綺麗な水、もしくはミネラルウォーターを入れて月光に2時間当ててください。そのできた水をフルムーンウォーターと言い、それを飲むとか、その水で玄米を炊くとか、植物にあげるとか、月のエネルギーを得たものを使う、それがシンクロの一つになります。この日このようなことをすると、大きくあなた自身の運気のベクトルが上がります。またもう一つのシンクロの方法として、カタカムナカズータ暦を口で言う、これも有効です。例えば8月20日朝起きた時に、今日はカタカムナカズータ暦の9月9日である、これを言うだけでいいです。それだけで月のリズムとシンクロするので、月の力をあなたが取り入れることができます。この2つは簡単なことなので、ぜひやってみてください。では逆にネガティブな観点で言うと、この日は続けてきたことをやめるとか忘れるとか途切れさせることが良くないです。8月の後半になってくると、ライオンズゲートが開いている期間、8月12日までの間に地球に入り込んできた邪悪な生命体などが悪さを仕掛けてきます。そんな期間はやる気がなくなっていったり、夏バテしたり、熱中症になったり、体調が悪くなったり、そういうことが多い期間でもありますので、今まで続けてきたことを今日はいいかとか思いやすくなります。でもこの日は良くないんです。投げ出したくなる期間ではあるんですけれども、それをぐっとこらえて継続して行うこと、日々の暮らしを続けること、これがいい流れになっていきます。ここで踏ん張らずに、まあいいかと思ってしまうと、今まで積み上げてきたものがゼロになるというどころか、マイナスに触れてしまうので注意してください。8月20日にやるべきこと。それを総じて言うと、今までやってきたことを続ける。これが大事です。特に最近始めたことはちゃんと続けてください。この日で終わりにしたりしたらやばいです。また一粒万倍日ではないんですけれども、新しく始めることについても悪くはないので、始めるのは OK です。ただし始めたからには続ける、これが前提条件になります。
とにかく続けることによって月とシンクロし、月の力を下ろすことができる。その皮切りにできるのがこの日です。やるべきこととしてできればではありますが、おすすめしたいのは周期的に玄米を食べるということを、この日から始めるのでもいいし、その前からしているんであればそれを続けることがいいです。そしてできれば先ほどお話ししたようにフルムーンウォーターでお米玄米を炊くといいです。この玄米には十分な栄養素が入っている上、今回の特別な月のエネルギーが入ったフルムーンウォーターで炊くことによって熱中症対策にもなり、夏バテ予防にもなります。そして少量食べるだけで十分エネルギーチャージできますので、夏バテ気味で食欲ないとかいう場合、口当たりのいい冷たいそうめんばっかり食べてても栄養素が偏ってしまいます。そうではなくて玄米、それも別に冷めててもいいので、それを少量ずつ、箸先にちょっとずつ、それを200回噛んでみてください。いくら食べたくなくても少量の玄米を口に入れて200回噛むというだけで、しっかりとした栄養素を体に入れながら体が再生していきますので、絶対おすすめです。玄米食べとくだけで栄養素は十分です。まあその際にできれば天然塩とごま、これをかけて食べるとさらにいいです。また僕が監修しているユニアの実りという味噌ぎができる玄米であり、龍神の力が宿る天命覚醒の玄米、これであればさらに必要な栄養素は入っていますし、それを発芽玄米にするとめちゃめちゃいいです。そしてもう一つ暮らしの中に取り入れることとしておすすめなことがあります。それはインプットする習慣をつける、これもいいです。月のエネルギーというのは基本的に収縮のエネルギーです。陰のエネルギーといって、取り込んでいくこと、入れ込んでいくこと、それが大きな流れです。エネルギーチャージの頂点、それが満月ですので、その日にまず始めること、もしくはそれまでも続けていること、インプットを続ける、それがおすすめです。インプットって何かっていうと、知識を入れるとか技術を身につけるとか、何かを学ぶ、習う、そういったことです。それらを総称して入れる方なのでインプットですから、 YouTube を見て知識を入れるでもいいし、モチベーションを上げるというような意識で YouTube を見るのでも大丈夫です。要するにインプットの意識が大事だということなんです。そして具体的なおすすめとして、特別にやってほしいことを一つ加えさせていただくと、アラミ玉の音楽を聴く、これをやってほしいです。シコンという、すべての人には4つの魂があり、その魂はアラミ玉、クシミ玉、サチミ玉、ニギミ玉という4つの魂のどれかでこの世界を見ています。その中のアラミ玉というのは、達成すること、結果を出すこと、大義、志に向かうこと、これを大事にする魂です。そのような意識を持つこと、これがめちゃくちゃ大事なチャージングになりますので、アラミ玉の音楽を聴くだけで、あなたの中のアラミ玉の部分が覚醒します。その音楽を聴きながらの瞑想を誘導している動画がありますので、2024年1月11日公開のこちらの動画をぜひ見てみてください。これは聞き流すだけでも大丈夫です。この動画内では僕がナビゲートもしてますので、そのナビゲートに合わせて瞑想してみること、活瞑想してみること、それによってさらに月の力をチャージングすることができます。もしよければ今からでも聞いてみて、そして明日満月の日にもやってみてください。8月20日に避けるべきこと、何回か言ってますが、この日やってはいけないのは、継続していることをやめること、または途切れさすこと、これは避けてください。例えば毎日筋トレしているのに、なんか暑い、だるい、もしくは寝坊してて忘れてた、そのような場合、この日にやめるとか途切れさすっていうことになるので、めちゃめちゃこの日のエネルギーに対してよくありません。この日にもしやめたり忘れていたりすると、大きなエネルギーの流れの中で、あなたが今後もそれを続けるマインドを持てなくなります。往々にして次の日やりたくなくて、次の日もやらない、結果
完全にやめてしまうっていうことにつながりやすいエネルギーなんです。すると当然筋トレの場合筋肉が落ちてしまう、動くことも少なくなり太り始める、そのような流れになりやすいです。そしてこの時期に一度やめたことは再開するのがめちゃめちゃ難しいんです。マインドを立て直すのが大変、なぜかというとそのようなエネルギーの流れだからです。マインドが落ちたら上げたらいいじゃんと言うかもしれませんが、それをあなたができるんであれば逆にこの日を忘れずに続ける方がずっと楽です。もしもうやめようと思っているんだとしてもこの日までは続けて次の日にやめてください。今日もお伝えしたようにこの日はやめたくなる、そんな流れがある日でもあります。でもその時にやめてしまうとその痛手が大きいので続けるということをやってほしい。そのためにも荒御霊の音楽を聴くということは非常に効果的なので、ぜひ先ほどご紹介した1月11日公開の動画をご覧になることをお勧めしたいと思います。では今日の話をまとめましょう。8月20日は水瓶座の満月でありブルームーンでありスーパームーンという、こんな満月もうないと言えるような特別な日になります。この日のエネルギーを生かしあなたの未来を変える大きなチャンスですので、それを逃してほしくないということで今日の動画をお伝えしました。水瓶座の満月の意味は真実の力が降りてくるパワーがあり、また満月はチャージングなのでエネルギーチャージの頂点になる、その頂点がスーパームーンというこの1年の中でも最も大きな力を持ち、またブルームーンというこの次は2年後にしか来ないような滅多にない幸せになれる満月、それが重なっているので絶対に逃してほしくないんです。また暦の数字から言っても継続することが大事であり、継続しながら極まることを意識すると大きな進化発展の結果が降りてきやすい日、それが8月20日、ぜひ活かしてほしいです。この日ポジティブな面から言うと月とシンクロする意識を持つことで大きな運気を引き寄せ、これからのあなたの人生をポジティブに変えていくことができます。そのシンクロの手段としてフルムーンウォーターを作って飲むとか、カタカムナカズータ歴を意識するとか、そんなことでも大丈夫だとお伝えしました。またネガティブな観点で言うと続けてきたことを忘れてしまったりやめてしまったりすると、今までやってきたことがゼロになるだけではなくてさらにマイナスなことになりやすい、そんな気の流れなので気をつけてくださいとお伝えしました。そこを踏まえて8月20日にやるべきこと、それは基本今までやってきたことを続けること、また始めるでもいいので日々の暮らしの中に習慣として新しいことを始めていくのもおすすめです。具体的なおすすめとしては周期的に玄米を食べる、継続的にインプットする、スキルを学ぶ、スキルを磨く、技術を習う、そのようなインプットがおすすめです。YouTube を見て知識を入れるとかモチベーションを上げるとか、そういう意識でも大丈夫です。そして荒御霊の音楽を聴くといいので、今年1月11日にアップした動画を見てみるというのも非常にいいのでおすすめしました。この動画の中ではナビゲートもしてますので、ナビゲートに従って瞑想してみる、何かを考えてみるとか、ただ聞き流すでも大丈夫なのでぜひ活用してください。8月20日に避けるべきことはやってきたこと、続けてきたことをやめる、または忘れる、これは注意してください。あえてこの日にしない方がいいので、これは絶対守ってほしいと思います。ということでこのチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントシェアをお願いします。今予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つと天命地名画名の決め方についての重要な情報などを LINE で配信しますし、丹田活瞑想という究極の瞑想法、真の悟りを開くための瞑想法についての情報なども配信します。ですからこの動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。
冒頭でお話ししましたが、体重が2キロ以上太って僕の人生史上最高体重になっちゃいました。ちょっとショックを受けてます。ずっと出張中でホテルに泊まって朝食がついてたので、いつもは食べないんですけど、ついついついてると思うと朝食を毎日食べちゃいました。そして僕はカレーが好きなので、やっぱりカレーがあるとついつい食べるんですね。これが良くなかったなと思います。まあ美味しく食べたので全然それを後悔してるわけではないんですけれども、これからがちょっと課題だなと思っています。真剣にダイエットしなきゃと思わせてもらいました。ありがたいことです。そういった意味で、みそぎの玄米、龍神の力を宿すユニアの実りの発芽玄米で判断時期をしようかなと考えております。判断時期というのは1日に2回、遅めの朝と夕食、それを玄米をほんのちょっと、そこに塩とごま、それからお味噌汁、そこに青菜の実を入れて、そのぐらいの簡素なものをほんの少しを1時間ぐらいかけてゆっくり食べる、その1日2食、これが判断時期で、これをするとめちゃ排毒が起きます。そういった意味で、出張中に溜まった毒素も排毒したいなと思っています。ということで、ではまた。